どけ。中にアイオリアがいるのだろう。シャイナさんがどうして傷を負ったのか聞かねばならん。カシオス、セイントにもなれなかったお前が教皇の間に押し入ろうとは、掟破りも大概にしろ。このカシオスの恐ろしさを思い知らせてやる。首をへし折ってほしいか。カシオス様、命ばかりはお助けを。どうぞお通りください。今度は頭を割られんよう気をつけろ。このボケが。シャカよ、お前は片時も教皇を疑ったことはないのか。完璧な人などいない。敵の言い分に動揺するあなたにこの黄金十二機を守護する資格はない。それも俺が守るに値するサンクチュアリがあってこそのこと。今の私に慈悲はない。歯向かう者は全て滅ぼす。天魔降伏。わからずやめ。ならばこのレオの牙で引き裂いてやる。心から信じれば奇跡だって起こせる。それでは旅立つとしよう。やめろ。死闘は厳禁だ。木戸沙織一行のことはサンクチュアリに来てから判断しよう。私の瞑想の邪魔をするな。はい。永遠に教皇に忠誠を尽くします。よし、では今すぐお前の守る四死球に戻れ。侵入者には容赦するな。彼らが処女宮に踏み込んできたら塵とかすでしょう。前にあるのが5番目の宮、獅子宮だな。アイオリアはすでに教皇の陰謀を知ってアテナに忠誠を誓ったんだ。協力してくれるだろう。
シャイナさん、それにカシオス。これ以上進むんじゃない。四死球で殺されてしまうよ。そんなはずないさ。アイオリアはもうアテナに忠誠を誓ったんだ。シャイナさんも見ただろ。いや、サンクチュアリに戻ったアイオリアは教皇に会いに行ったのだが、どうも顔つきがおかしいのさ。四死球のあの強大で危険なコスモを感じなかったのかい。何があろうと沙織さんの命が危ないんだ。どいてくれシャイナさん。聖夜は死にたいようですよ。それでも止めるんですか。むざむざ死なせるわけにはいかないだろ。どうしてもというなら私を倒していきな。僕もアテナだ。甘い、甘すぎる。ウルフクラスター、くらえ。正義を守る。ペガサス、エクスカリバー、決殺。セイヤ、怒りの鎖。ペガサス、セイヤ、ビッグトルネード。くらえ。正義を守る。ペガサス、水星剣。へえ、これからだよ。ウルフクラスター、とどめだ。リーグチューン、セブンセンシズ、ビッグトルネード。これでどうだ。とどめだ。リーグチューン、魔物スキュラー、ウルフクラスター、とどめだ。リーグチューン、ペガサス、水星剣、魔物スキュラー、イーグルプロテクション。ウルフ、怒りの鎖。ペガサス、水星剣。イーグルプロテクション。これでどうだ。くらえ。リーグチューン、と。イーグルプロテクション。これでどうだ。怒りの鎖。て。時間がないんだ。すいません。シャイナさんは知っているのですね。ああ、なんだって。アイオリアが洗脳された。アイオリアが教皇の間で元老魔王権を受けたことを聞くところでは、その拳に侵された者は攻撃を受けるほど狂気じみてきて。なんだって。誰かが目の前で死なない限り目が覚めることはないそうです。そうだとすれば、聖夜は今度こそ死んでしまう。カシオス、目の前で人が死ねばアイオリアの目は覚めるのかい。俺の名はカシオス。聖夜の身代わりに死のうというのですか。それでしたらば、このカシオスにも考えがあります。死なせはしません。どんな考えが。これで邪魔されずに済む。この四死球を通る者は殺す。アイオリア、沙織さんが胸に黄金の矢を受けたんだ。
急いで教皇の間に行かなければ。沙織、アテナ、頭が。アイオリア、どうしたんだ。アテナなど関係ない。ゴールドセイントに挑む愚か者め、この四死球を通る者は殺す。この四死球を通る者は殺す。そうだとすれば倒すしかない。アイオリアは記憶喪失にでもなったのか。いや、記憶というより正気を失った獅子のようだ。ライトニングプラズマ。ゴールドセイントをなめるなよ。登れ竜よ、天高く。ライトニングプラズマ、ライトニングプラズマ、フッフッ。頭が。なんだ、俺の攻撃を受けてからアイオリアの目がおかしく。アイオリアは仁、智、勇を備えたセイントの鏡のような男だったはず。それが今はまるで目の前の敵をただ殺すだけの悪鬼のようだ。己せいや、獅子を怒らせた報いを受けるがいい。強い。俺のコスモを極限まで燃やしても高速拳が見切れない。次の一撃で心臓を貫いてくれるわ。待て、聖夜の命はこのカシオスがもらう。久しぶりだな、聖夜。お前に落とされたこの耳の傷跡が今でも痛むぜ。カシオス。あの日から俺はお前に復讐することだけを考えていた。さあ、とどめは俺が刺してやる。何の真似だバカめ。せいや、早く行け。ここは俺が抑える。どけ。お前ごとき増強に用はない。増強ではない、シャイナさんの弟子、予備セイントのカシオスだ。お前、なんてことを。目の前で人が死なん限り、教皇に洗脳されたアイオリアの目は覚めんのだ。それにお前が死ぬと悲しむ人がいるんでな。それが俺にとっては一番辛いことなのだ。お前がお前の女神のために命を投げ打つのなら、このカシオスも同じだ。俺にとっての女神とはあの人のことなのだ。悲しませたくない。ああ、頭が割れるようだ。トルネード、イーグル2クラッシュ、ウルフクラスター、とどめだ。リーグチェーン、ウルフクラスター、怒りの鎖、元老魔王剣、ウルフ最大の剣だ。リーグチェーン、くらえ。
アナザーディメンション。とどめだ。これでどうだ。怒りの鎖。ライトニングプラズマ。最後の仕上げはこれだ。イーグルプロテクション。ウルフトラスター。リーグチューン。ビッグトルネード。イーグルプロテクション。怒りの鎖リーグチェーン。ウルフ怒りの鎖ペガサス水星剣。俺の洗脳を解くためにカシオスは自らの命を犠牲にしたのか。12級の戦いが始まった時から犠牲が出るのは覚悟していたが、今は悲しんでいる時じゃない。正義のために命を捧げる覚悟などとうにできている。カシオスと同じように、たとえ星になっても正義を守り続けてやる。そして心の中にある大切なもの全てを守るんだ。